はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲンです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は小ネタなんですけど、水路トンネル取り上げたいと思います。今回はね、アンチョコ見ながらやらせていただきますので、視線がちょっとこっち行っちゃう時あるかもしれませんので、その辺はご容赦ください。ね、今歩いてるのは御宿町の本郷線という林道なんですよ。時系列から言いますと、完全廃道たっぷり見せますヘバラ七本の廃道廃水道というタイトルで公開した動画の続きになります。で、まあ、この日はね、廃道2本歩いてきてね、結構くたびれていたんですけどね、この歩いてる先にね、今回の水路トンネルがあることはまあ覚えていたんで、そいつをちゃちゃって取って、まあ、あとはラーメンでも食って帰ろうとかって、まあ、思ってたんですよね。まあ、そんなね、どちらかというともうゆるゆるな状態になっているところの様子なんですけど、水路水道自体はまあなかなかいい感じのものなので、興味のある方は楽しんでいただけるんじゃないかと思います。場所を確認しておきます。こちらはおなじみ国土地理の地形図、電子国土ウェブを加工したものです。現在地は先ほども言いました御宿町七本の林道本郷線、だいたいこの矢印の先あたりです。そして今回のテーマの水路トンネルはこちら、川の上流側から向かいましたので、飲み口側から入り、吐き口側から出ました。ちなみにこの前に通り抜けてきた廃道がこちら、そしてさらにその前に一往復してきた廃道はこちらです。よかったらそれらの動画もご覧ください。うん、そろそろ穴の雰囲気が、あ、川なくなったもんね。あ、ここだここだ。あ、この下水路水道ですね。じゃあちょっと行ってみたいと思います。よい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 。よいしょ。なんだありゃ。これは何ですか？結構長いね。ワクワクです。ちょっと注文しづらいな。はい、こういった感じ。まあこれぐらいがね、一番楽しいというかね、このサイズ感が一番いいですね。明かり奥はありますね。あ、ベジソンだ。これより狭いとね、もう圧迫感があって嫌だよな。この水路トンネルなんですけどね、地図読みでだいたい長さが100メートルぐらいですかね。で、まあ、実際歩いてもそれぐらいありそうな感じなんですけど、ただ歩いてみた分にはそれほど長さを感じるっていうものじゃなかったですね。素振りの割にはこう歩きやすいっていうのもありますし、それからね、先の明かりが見えてるからね、随分安心感がありましたね。これがね、房総ならではの二号穴って水路水道になってくるとね、まあだいぶ様子が変わってきましてね。まずそもそももう断面がこれぐらいですからね、背をかがめてこんな穴に入ってって、でしかも途中クランクしてたりすることが多いんでね、前真っ暗なわけなんですよ。だからもうあれはね、入るのきついそうだから、それに比べたら、ちょっとね、二号穴はさすがにね、あんまり喜んで入りたいとは思わないですね。房総でね、しびれる穴に入りたいと思ったら二号穴おすすめです。僕は外で応援しますんで。ちょっとね、やっぱ足元怖いんでね、無言になっちゃいますね。集中、足元集中。あ、ここは大丈夫かな。うん、椿の花はこんなところに。長いね、これどのぐらいんだ。よし、でももうすぐですね。最初は楽しいんだけどね、だんだん腰が疲れてきて、よいしょ、さすがにそろそろ終わってくんねえかなとかって思ってますけど、
よいしょ。はい、おっと、いや出てまいりました。ああ腰が伸ばせる。これ登れそうで登れないんだよね。ギリギリ登れないんだよな、これぐらいかな。あ、で、いい感じのこう絞りですよね。よし。ちょっと戻って、もうちょっと遠くからね、撮りましょう。いい感じですね。いや、まあなかなか楽しむことができました。さよなら。ってね。さよならはいいんだけどさ、登れないんだよね。こうしばらくね、このまま行かないと。確かね、この先でどっかで登った記憶があるんですけど、あれ?ちょっと真剣に焦っていきます。よし。いやうっ、滑るね。どうしよう、ここから登ろうかな。あそこに林道ありますんでね。こんな感じでしたね。よいしょ。はい、林道復帰です。よいしょ。ということで今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。